こんにちは、ネモです。パワプルアプリやっていきます。今回は A++ のデッキ相談室第3回目ですね。やりたいと思います。先にいくつか前置きさせていただきたいと思います。で、このデッキ相談室の応募方法についてですね。で、この相談室を始めさせていただいてからありがたいことに Twitter の方をですね、ダイレクトメッセージでそれなりの人数の方から私もやってください、俺もやってくださいというお声を頂戴します。で、応募方法については DM ではありません。必ず毎週土曜日、今のところはこのデッキ相談室をやっていますので、この動画が上がって動画に対してデッキ相談お願いしますというコメントを先着2番目までにされて、僕からデッキ相談 OK ですというコメント返しをもらった方のみということですね。で、第1回の動画にも載せさせていただいているんですが、話自体は。ただ、皆さんも忙しいと思いますし、すべてを見ていただけているわけではないと思いますので、前置きとして話させていただきます。で、あとは大丈夫かな。早速行きましょうか。もう本当に積もる話はあるんですけどね。パワプロの人気投票の話とか、あとは、新しく来たチャレスターですね。皆さんどうですか、調子。ボーナス、パーセントマックスマン作れました。明日のサクセスで。サクセス神々ですね。ちょっと疲れてますね。明日のサクセスで行きますので、ボーナスパーセンテージマックスマン、見ていただければと思います。今んとこ僕2人ですね。あとは50%台と、時間が作れればもうちょっと作りたいなって感じですね。で、まず、お一人目の方から行きたいと思います。松もさんです。で、松もさんからは、査定重視の先発投手、あとは実能力重視の外野手、お願いしますと。で、投手についてはどんな感じで育成すれば、よりチームランクを上げていけるかも教えてほしいですというコメントをいただいています。で、投手長くなりそうなので外野手の方から行きましょうか。実能力重視、まず SR を見てみましょう。キャッチャーめっちゃいいの作れそうですね。進むとひじりセットでいますね。この2人本当強いんでね、タッグ組むと。で、小平もいると、つくももいると、かなり粒揃いな感じしますね。で、ライチと東條もいると。いいなぁ。交換機能あったら欲しいなって感じですね、本当に。で、外野手、実能力重視。そうだなぁ。高速レーザーっていう感じですよね、外野手なら。じゃあ、つくもは入れましょうか。つくも、SR、東條とライチ、筋力。1枚でいいか。東條1でいいですね、したら。つくも、東條で、バランス取っていきたいと。マネ枠、せっちゃん。そうですね、つくも、東條で、マネ枠は、せっちゃん。で、前いべ小平かな。精神いらないか、小平。せっちゃん入れるんなら。進むかな。僕だったら進むかなっていう感じですね。キャッチャー骨は確かに外野手なので必要はないんですが、それを、まあ、無視したとしても余りあるタック力と阿部飛広角守備骨、これは本当に進むは、まあ、どのデッキに入れても差し足りないなという感じはします、個人的には。
なので、これで4枚かな。で、そうだな、かなり揃ってるんですよね。友沢とかかな。進む？ちょっと待ってください。進む？つくも？せっちゃん、東条。前かあと一人入れられると。田中山ですかね。ひじりちゃん、どうしようかな。ひじりちゃんでもいいけどな。キャコツ、田中山かな。難しいですね。もう、どういうデッキ構成してもありな感じなんですよね。メンツがいいの揃ってるんで。そうだな。重ねたいからな、守備。進む。田中山積極守備。で、あわよくば魔術師。で、せっちゃん、東条。つくも。で、フレンド後イベですね。そうすると。ごめんなさい。待ってください。フレンド前イベですね。進むとつくもが前。田中山とせっちゃんと東条は後ろ。なので、前イベで誰か言いたい感じですね。そうだな。僕だったら、ホムラかな。ホムラを入れるか、いや、さすがに守備3枚はないかな。厳しいな。ホムラかな。ホムラを入れると、かなりバランスが良くなると思います。ホムラかな。ホムラを入れるパターンであれば、進む。つくも。せっちゃん。東条。田中山と。これで、フレンドホムラでかなりバランスいい外野手。で、高速レーザーと魔術師あわよくばつけられるので、守備能力も、ほぼほぼ高めていけるんじゃないかなと。いう形がします。で、まあ、ネックとしてはやはり魔術師がちょっと取りづらいので、あとは技術ポイントですね。進むと田中山だと結構強烈に入ってくるので、もし技術が余るな、魔術師取りづらいなってことであれば、進むを外して、小平を入れて、で、フレンドに、小湊兄を入れると安定して魔術師と高速レーザーですね。つけた外野手は作れると思います。爆発力で言えば、個人的には進むの方が好きです。という話ですね。あと考えられるのは、波風ちゃんとかがいるので、波風と秋葉かな？打撃を重ねていくスタイルも、ありなのかなと。特に、秋葉だとストライク送球を金得でくれるので、今回の、まあ、バランス重視、実能力重視の外野手という点にも当てはまるのかななんて思いますね。で、次が、査定重視の先発投手と。で、どういう育成をすればいいかという話ですね。で、投手が、SR が、鳴宮、古谷、せっちゃん、丹波、グラビトン、クレバと。そうですね。そうだな、重いな、街道が。街道が重いな、っていう感じですね。で、急速に偏ってますね、結構。鳴宮、せっちゃん、丹波、くれば、これはもう固定でいいかなと思います。
この4人は、このメンツ見る限りだったら固定でいいんじゃないかなと思います、僕は。で、そうすると、球速1、コントロール1、変化1、マネ1。そうですね。古谷とグラビトンか。一長一短ありますね。伸びを安定して取りたいんであればグラビトン。総合的に高い能力の選手を狙っていきたいんだったら古谷の方が僕はいいかなと思います。で、使いやすさはグラビトンだと思います。伸びがやっぱり安定するんでね。個人的には古谷入れたいかな。なので古谷で前が来れば、鳴宮、丹波、せっちゃん、ここは金徳かぶりますけどね、しょうがないかなと思います。で、どっちも不確定なので、相互補完しかし合える形にはなるかなというところですね。で、残り前部のできれば変化球がいいので、上高ですね。で、奪三振のコツはクレバもくれるので、あとは低めコツもお互い補完し得ていい形になるんじゃないかなと思います。なのでもう一度おさらいすると、前が古谷、クレバ、フレンドの上高、丹波、せっちゃん、鳴宮と。このデッキでいいと思います。で、立ち回り。僕は、固有持ちのキャラの評価優先と、あとはびっくり。で、マネさん。これを意識して評価上げていって、他の、例えば、このデッキであれば、古谷とか、クレバ、丹波。この辺は、別の鳴宮とか、上高、あとはマネさんがいなくてどうしようってなった時に追っていくと、まあいいんじゃないのかなというところですね。他はそんなに特に意識してないですね。びっくりとタックが重なってたら練習行くとか、まあそういうところだと思います。いかに経験点を効率よく集めていけるかという話ですね。次の方行きましょうか。待ってください。チーム青銅さんです。で、青銅さんからは、野手2パターンお願いしますと。チームランクを上げることを意識するデッキと、バランスを意識しつつも、チームランクを上げることもできるようなデッキの2つですね。そうか。じゃあ、まずはチームランク爆上げデッキ作りますか。で、これを見る限り、SR だけで組めそうですね。で、マネ枠が、せっちゃんと、エミリと。エミリ使いますよ。もう僕も SR 確定でね、先日の見ていただいてる方はお分かりと思いますが、引きまして、むっちゃ使えるな、こいつ、と。いや、本当に久しぶりに嬉しいガチャ結果でしたね。で、そうだな。かまっかりがいて、小平、なるほど。そうですね。鎌狩、諸井、小平。で、前3人。で、後ろが、エミリーと、東条。これでいいと思います、もう。他いらねえな。めちゃくちゃバランスもいいな。そうですね。これで、フレンド誰だろうな。フレンドにウドかな、ウドちゃん連れていけば、まあ、A プラスはの野手は余裕で作れるんじゃないかなという感じはしますね。
まあ、デッキ構成の時に僕が意識するのは、どの金徳を、まあ、重ねずに取っていくかという話と、金徳ごとの取得経験点でどれが重いのかというところをですね、今回であれば、鎌狩りと脆い。この二人が一級入魂と火事場のバカ力でメンタルポイントが重いと。なので、小平入れて、そのポイントを相殺してあげましょうね、と。で、エミリーのところも一緒ですね。ダイナの神様で精神ポイント食うので、小平入れても精神過剰ということはおそらくないかなという話と、打撃が2枚重ねられますと。で、登場入れて、残りは筋力、パワーのところですね。やはり上げておくと、チームランクを上げていきやすいので、この中で考えると、フレンドウドちゃんがいいかなというところですね。うん。野手はこれでいいと思います。他、より良いデッキ、うん、あるかもしれませんが、今んとこ僕だったらそれでも、野手8人突っ走るかなという感じですね。で、バランスを意識しつつ、チームランクも意識すると。そうですね。そうだな。いや、今以上のないと思うな。なんだろうな。かなりベストだと思いますね。なんだろう。後イベのフレンド。そうですね。フレンドのウドちゃんの枠を木場静かにして二股するくらいしか思い浮かばないですね。それでかなりバランス良い選手は作れると思います。やっぱり彼女を二股すると経験点が上がるんでね、かなり。そのポイントを使いながら、まあ、能力を割り振っていけば基礎値かなり綺麗に整えられると思います。静かだろうな。鎌狩りと小平もいるんでね、静かの金徳も流し打ちはほぼ確実に取れるかなというところと、そうだなぁ。他、久方と友沢くらいだもんなぁ。そうですね。変える要素があんまりないと思いますね。なんだろうな。金徳もバランスいいしな。おそらく、鎌狩り、そうか、アロー、見やすいですね、アローやった方が。鎌狩り、脆い、小平、東条、エミリー、誰か。という構成は、このボックス見る限りはベストかなというところですね。バランスよく。いや、かなりバランスよく作れると思いますね。これですでに。で、敏捷点が足りないので、やるんであれば、静か入れて、二股するか、あとはそうですね、エミリーを外して、久方入れて、で、フレンドさんの高レベルのマネージャー、借りるなりするのがいいかなと思います。友沢を無理して入れる必要性はないかなと。という感じですね。バランス重視でいくにせよ。あとは、金徳を全く気にしないんであれば、ひじりちゃんとかもバランス育成にはすごくいいかなというところですね。早急骨のところと、やはり技術むちゃくちゃくれるので、かなり働ける子ではありますね。いや、もう本当に繰り返しになりますが、鎌狩り、脆い、小平、エミリー、東条、これを軸にしていいと思います。このデッキだったら。改善点が見当たらないな。せっちゃんを入れる必要性もないしな。そうですね。ですので、今言った5人で、フレンドにウドちゃん物足りないなと思えば、
そうだな、パワー型に寄せたければフレンドにライチ入れればいいし、敏将全然足んねえなと思われたらやはり騎馬静かがおすすめですが、まあ後イベで優秀な総力キャラヤベタちゃんとか、金徳は小平と被っちゃいますけど、まあ、ヤベタちゃんとか、あとはヤベでもいいですね。だったら久方の方がいいかな。いやもう本当に精鋭揃いだなという感じしますね、このデッキは。野手はもう迷うことなく先ほど話した5人とウドで突っ込んでいいかなという感じしますね。いやどうでしたでしょうか。もう今回のお二人はチームランクも A 以上ですし、ある程度 SR の駒も勢ぞろいで、今すごく楽しい時期なんじゃないかなという感じですね。この A 行った時とかすごい楽しかったな。今も楽しいんですが、なんていうかこうチームランクがガンガン上がっていく時の楽しさってあるじゃないですか。もう今はどんなに頑張ってもちょろっとしか上がらないので、なんかそのあたりはやはりチームランク上げていくとどうしてもぶち当たってしまう壁かなというところで、もう本当にメジャーコラボもしくは新キャラのものすげえ強えやつ来たら早く引きたいなというところですね。でまた次回土曜日にやる予定です。で今イベント先ほど述べさせていただきました通りチャレスタのイベントが来てますので、もしかしたらお休みをするかもしれませんが、募集はもうこの回でかけてしまいたいと思います。で応募の権利を勝ち、応募の権利っておかしいな、デッキ相談を受ける権利ですね、獲得された方と相談しながら来週やるかどうかは進めたいと思っています。ですのでぜひデッキ相談お願いしますという方は先着2名様でこの動画のコメント欄にデッキ相談受けたいですとコメントを書いていただいて、僕から何番目でしたので OK ですと返答を受けた方のみ受付します。それ以外の方は申し訳ございませんが、また翌週以降に応募をいただいてという形になりますね。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。またツイッターのアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。